沖縄製塩社屋前景。運搬トラックに文化塩の文字。沖縄製塩株式会社の主力商品、文化塩。沖縄製塩株式会社は、1946年6月から1972年5月まで存在した沖縄の製塩メーカーである。1945年、太平洋戦争の難を逃れた避難民が、 米軍の作戦の関係で沖縄本島中部の串川村、高江市、前原。この一帯を中心に前原市が誕生した。人口およそ1万人、これら住民の平成を取り戻し生活の安定を図るのが市の大きな課題であった。特に食料の確保についてはいつまでも米軍の配給物資にばかり頼るわけにいかないので。 食料の自給体制を立てる必要があり、その一環として、塩の製造を計画した。生炎については、合わせは、地の利を得ているし特に戦前戦中を通じて、生炎を職業としていた、合わせの人々が、高いす、前原あたりには、多数おり、これらの人々の間でも、合わせの生炎の復活を希望する声があり、市の事業として、塩屋と合わせて塩の製造を始めた。 当時合わせは飛行場内にあり、飛行機の駐留地になっていたため、飛行機の翼の下を通って通勤したものである。高椅子、前原辺りに難を逃れた人々にとって、声援を盛んにすれば、やがて合わせが解放になり、距離に帰れる日も早かろうと、戦前の経験者はもとより、多くの人々が喜んで参加した。その頃の声援は戦争のために荒れた、潮田の一部を修理しながら、 小型平釜式の三つの工場を作り共同で開始した。1946年になってポツポツと移動が始まり、それぞれの距離へ引き上げていった。三里村民も早く、高椅山江原の地から自分たちの距離へという機運が高まったが、合わせは飛行場として使用中であったため気郷が許されず、不本意ながらも、より近いということで、地もも原の二十歳と、地、 小座の地へ移動を始めた。1946年3月、三里村役所が、三保の軍施設跡に解消され村行政を開始した。4月15日軍布告によって、通貨制が敷かれ、日本新縁が法定通貨として流通するようになり、今までの現物給付の形態から賃金制となり、それにつれて、企業も免許制となった。 そこで、合わせの有志の間で製塩業を復興させるべく、再三にわたって協議を重ねた結果、戦争によって、これまでに荒廃した塩田を復旧するのは、個人の力では、到底不可能なことであるので、会社を設立しこれによって、合わせの塩業を復活させようとの結論に達し会社、設立の運びとなったのである。1946年6月、 沖縄製園株式会社が住民の期待をになってこの声を上げたのである。資本金は差し当たり10万円とし、一株の金額は1円であった。当時の役員は以下の通り、設立の趣旨はおよそ次のような内容で、合わせの営業の発展ひいては合わせ全体の復興ということと企業との両立を図ろうとするもので、 この趣旨が後々会社経営の立場で困難な道を歩む結果となったのである。伝統ある合わせの営業を復興し発展させ、合わせ全体の発展に寄与するものであること。庶民的大衆的組織にする合わせの住民を原則的に株主とする、特に旧姓営業者を優先する以上のような内容の趣旨であったので業務運営の面でも多分に組合的な色彩が濃厚であった。 1946年8月から始まった日本本土や海外からの引き上げで沖縄の人口は増加支援の需要を求めに増え今までの生産量ではとても間に合うはずはなく政府ではその奨励策としてタバコによる報奨性を取ったその頃のタバコはとても貴重品であったので生産意欲は向上した会社では前原氏から引き継いだ小型平ら式の3工場を 中型平釜式に改善するとともに、さらに工場を3つ増やし、6工場をフルに回転し創業した。それでもなお、沖縄全体の需要を満たすことができず、塩の価格は高騰を続け、大湯の旧塩田ンンやもも原の内海の方、小座の海岸に個人の塩田ができるようになった。1948年8月頃になると、水産関係の水揚げも多くなり、 すくの季節になると、塩の需要を満たすことができないほどであった。そこで、当時の琉球民政府工業家とも検討を重ね、将来の需給体制を整えるには、年間6000トンの需要量を抑えそれを目標に、生産を上げるための計画を策定した。それによると現状は、自然の天候、塩の緩慢に左右されるので入り浜式を改良すると同時に、塩田の面積は、 現在の8万坪をさらに3万坪増やし、護岸工事をして、牛を飼有を制御すれば、年間の稼働日数を増やすことができ、沼井の改良をすれば労働力の軽減を図ることができる。1951年から36万円の費用をかけて護岸の構築をはじめ、塩田の改良工事に取り掛かった。従来の沼井は、それぞれの工場の囲いの中に、 大型のものがあって、そこまで砂を運び海水をかけて、それから冠水を取り、さらにその砂を運んで散布する方法になっていて、距離的にも労働力の上からも不経済である。これを小型の沼井を塩田の適当な広さに割り当てで作り、さらにこれらから中継タンクまでパイプで自然流化式に結んで冠水を取り、 それぞれの沼いまでは溝を通して海水を導く方法に改善した。さらに湖岸を構築して水門を設け海水の水位を人為的に操作できるようにすることによって従来は天候が良くても潮の干満に左右されることがあったが今後は天候さえ良ければいつでも仕事ができることまた塩田は適当に海水に浸す必要があるがこれも潮の干満を待たず 必要な時に水門を開いて海水を流すことができるようになった。沼井の改良によって塩田の作業が楽になり、従来の塩田の倍以上の広さの仕事ができるように期待をかけられていた。1952年の末頃、工事もほぼ完成に近づいた時になって会社に内紛が起こった。塩田の所有者が組合を作り土地量の請求と土地返還を要求した。 あれだけの大きな工事をした後のことで今さらこれを全部明け渡しを迫られては、会社はこれからどのように運営すればよいか、目とも立たず、解散の危機に瀕する状態に立ち至った。その後組合内部でさらに対立が起こり、会社を継続したいという組と、あくまで自分たちの演伝は自分たちで耕したいという組に分かれたため継続希望者を中心に、 会社運営の立て直しを図っていった。このことは前にも述べた、通り企業と合わせの営業の発展とを両立させ、合わせ全体の発展という当初の趣旨から来る矛盾で、企業の本質をその原点に立ち返って反省させられた大きな事件であった。1953年、演伝の大半を地主に変換して演伝に頼ることができない現状において、 どのように生援を続けていけばよいか再検討を迫られた。従来の塩田は天候気象条件等自然に左右され需要と供給のバランスが取れず需要期とそうでない時期では価格に著しい変動があって夏季の平均価格が 1kg あたり5円が時期によっては10円、15円と高くなることもある状況であった。計画的な生産によって 年中平均的な価格を維持し、さらに効率的な生産、合理化等も検討し、日本本土の進んだ県に学び新しい工場を建設することを決定、総工費2000万円の機械化工場に着手した。1955年2月新工場が落成し、創業を開始した。原料となる乾水は塩田から供給される分では、到底間に合わないので、日本商社を通して、 台湾から原料紙を購入しこれを海水に溶かして生成する方式である。新しい工場の完成を期待していた従業員は意欲十分でフルに活動し生産に励んだ。その結果生産も上がりその成果は見るべきものがあった。だがそこに思わず副兵が待ち構えていた。製品ははじめ沖縄食料会社が一括。 引き受けてくれるはずであったが生産に対する販売が思わしくなく一定量だけしか引き受けてもらえず残りは会社自体で販売もしなければならなくなった。販売の開拓もままならず、おまけに機械での製品は質が悪いのとあらぬ風評も立てられて生産より販売に苦しめられ1960年頃までは赤字経営を強いられた。 会社経営の悩みは運営資金の不足であった。その対策として外部の資本家に資金協力を依頼したが断られ自力で活路を開くしかなかった。役員会の決議と役員の協力による株の増資によって資金力を強化し運営資金不足はようやく解決することができた。1960年台湾からの原料紙を直接輸入する特約を結び、 沖縄における原料紙は一括して沖縄製塩で取り扱うようになった。この頃は個人の製塩業も会社の製塩も販売の拡大にしのぎを削っていた頃でもあったし、会社の製品の認識も一般にまだ低く従来の荒製塩が普及していた時であったので販売に多くの努力をしていた。荒製塩を作るにも台湾産の原料を使うのが多かったので会社では 製品の販売利益より、むしろ原料使用の販売益の方が多く、これが会社の立て直しの原動力にもなった。その後、使用の計画生産も順調に進み価格も年間を通じて平均的に安定してきた。これも新しい工場による生産の一つの大きな効果といえよう。一方、会社から離れた組合の方では、それぞれ所有の塩田を利用して、 生産を続けていたが、塩の価格の高いうちは、かなり工業的に続けられていたが、塩の価格が安定してくると、いろいろの面から原価が高くつき、さらに、自然の天候などの関係で、稼働日数が少なくなると、自然に別の職業へ転業していって、いつの間にか塩田の作業はなくなりわずか原料所を購入して再生する方式に止まったのが1から2を、残すのみとなった。 このようにやがて会社の製品は沖縄の総需要5000トンの実に75%を賄うようになり沖縄全島の隅々まで行き渡り安定した企業となった。アーシマースの名前で通ってきたアワセと塩の名は全沖縄に広まった。会社においては本土復帰への対応策として沖縄の塩の需要は沖縄の生産で供給しよう。との目標のもに 硫化式改良塩田建設から、イオン交換膜法制塩工場。戦後における本土の製塩業は、従来の入浜塩田から、硫化式と枝、浄化式併用への転換がほぼ終わった時期に、塩業近代化政策により、これまで塩田を利用していた全国の36工場が廃止され、イオン交換膜法制塩による全国の7工場の整備が終了したのは、 本土復帰の前年の1971年12月であった。この時期に再開したために、会社の沖縄における自給対策は実現には至らなかった。誠に惜しいことであった。沖縄の本土復帰に伴い、日本政府の政策上、塩の製造は廃止され1972年5月14日、本土復帰の前日、創業以来26年続いた沖縄製園の日は、 静かに消えていった。けれども沖縄製塩が改良塩田造成のために築いた湖岸と約10ヘクタールの交流水面埋め立て許可は有効に利用されて、塩田地区の約40ヘクタールの埋め立て事業が行われ現在の合わせ地区の町づくりに大きく貢献することになった。製塩業は廃止されても県民への塩の供給は続けなければならない。 本土復帰前の沖縄における塩業に貢献した功績と実績が認められ、沖縄製塩は日本専売公社から塩専売制度実施のための沖縄県における唯一の塩元売人に指定された。それは終戦以来幾多の困難を克服して築き上げた塩の生産と販売面における実績と貢献が認められた結果である。これにより沖縄製塩会社は、 沖縄市を元売り株式会社として引き継がれた。ありがとうございます。